西武研究所所長のぐです、今日はフォームについて、そこそこねみんな乗れるようになってフォームさらにスピードアップをしたいため、あとは、ね、安定したスピードを確保したいというね、ことで4枚のね写真、ほぼ、ね、同じ写真なんですよ。でもそこで何が違って、どこをプラスアルファすればスピードアップにつながるか、安定したフォームにつながるかというね、ちょっとお話をしていきたいと思います。まずね、1枚目の写真、2枚目の写真、3枚目の写真、4枚目の写真っていうことになってますね。でこれを見ながら、でこれでねもう本当にねうまいんですよ、まあ一般レベルのスピードっていうのは必ずもう出てます。ただここからさらなるスピードアップということになると、やっぱりこれは3点の法則というのがすごい重要になってくるんですね。これはセールによってボードによって多少この、形がちょっと違うんですよね。第一セールのパワーポイントは違ったりとかします。ボードは大体ね大体一緒かな、あのスラム向けだったらね、あのピンのサイズによって多少のちょっとした違いがあるけど、あとは体ですよね。体をどこに置くか、まあ、ここが一番の重要ポイントなんですけども、その違いですね。でまずね軽くこう全体的に見て話すんだけど、この4枚の写真、1枚2枚3枚4枚というところを見てみると、何が足らないかというのは大体2つあるんですよ。これは完璧に、これはねブーメンの下げ方が足らないです。結局ブーメンを下げて、背のパワーポイントをもっと後ろに持ってきて、で節水面をもっとちっちゃくしてそこで安定させる、これがねスピードアップなんですね。これねリフトさせるってやつだよね。でもね考えてみれば、接水面が長くて、抵抗が大きければねスピードってなかんない。なるべく後ろに下げて、フィンだけぐらいにするとスピードが、そのためにはセールポイント合わせないとそれはできないんですよ。でそのセールポイント合わせたら、そこで今度は重心移動で、リフトとかリフト下げっていうね、これをコントロールするっていうのがね一番重要なんだよね。いかにねその接水面安定させるかっていうんだよ、スピード上げるには。あと安定したスピードをずっと上げるっていうのが、そこが重要なんですよ。これはトッププロはそれみんなができるわけね。一瞬の接水面を小さくして天候を少なくすることは誰でもできるんですよ、一瞬はね。それを持続させるっていうのが、まあはっきり言っちゃうと日本の場合だったら朝のプロとその他の人のプロの違いなんですね。あとは世界ではね、アンとアンとの違いなんですよ。これいつも一定させて、もうフィンだけ、フィンしかついてないっていう一定感があれば、これはもう問題なくスピードっていうのはもう落ちないわけですね。だから上がるわけ。ここをいかに安定させるかなんですよ。一瞬は誰もできるんです。一瞬バーンと、お、来たっていうのは誰もできるんです。ほんの一瞬で、ね。これをずっと持続させるっていうのが、やっぱりこれ難しいわけですよ。だし風が安定してないし、海面が荒れてるわけだから。っていうことね。そこがね、重要なポイントでは、なぜそう、どうやればそれがなるのか、ね、まず3点でブーメンド下げて合わせる。そのためにはそれをキープするにはやっぱり体の重心とか重要なんですよ。下げただけでは逆にスピードが落ちるんですよ、今までの重心の位置だと。それをいかにね、横乗りでしっかりと合わせ、体も合わせられるか、そしてノーズが上がったらそれを移動するか。だから結局固まっていたらダメなんだよね、体ってね。移動させるんですよ。それをコントロールさせるにはね、コントロールするには、ね、ノーズの、ね、微妙な上げ下げをコントロールして、いつも接水面を一定させるためには、重心移動というのがすごい重要な。前に行ったり、後ろに行ったりね。だからこれは股関節、もっと言うと股関節ね、前足と後ろ足のちょうど中間を中心として、その股関節の重心移動なんですよ。前足にかけたり、後ろにかけたりって、この微妙なね、だからトッププロは見ても分かんないんですよ。この前の股関節に重心乗せるか後ろ足に乗せるかというのはこの微妙な関係だから、もうほぼ見た目ではそんなに極端な動きってそんなに見えない。だからみんな分かんないんですよ。だからフォームが固まっているように見えてるんですよ。でも本来はそこの重心移動ね、前足とスラップの間の重心移動を微妙に行ってるんですよ。ここがね重要だから、これをね最初はねその微妙な感じじゃなくて、もっと大げさに最初は練習してください。前足にグッとかける、後ろ足にかけるっていうの、可動範囲の中で、ね、100% かけた、じゃあ今度は 80%、70%、50% って、この微妙な関係ですよ。これをつかむと、接水面安定することができるんですよ。だから、上手い人のフォームっていうのは、よく見るとね、前足がパーンとしっかり突っ張ってね、しっかり抑え込む、膝がね、そんなにこう曲がらないで、ぐっと抑え込む、
で後ろ膝はこうやってちょっと曲がってコントロールしてる。これはね、そういうことですね。これは完璧横乗りから前乗りの乗り方のフォームっていうことになるよね。グッと押さえて、で今度は後ろのね、膝がこうやってね、ちょっとこう曲がって、後ろ膝が曲がってると、それをグッと押さえ込んで、そうすると押さえ込んだ瞬間にちょっと重心がほら後ろに行くじゃない。そしてノーズをこうやって上げてリフトをコントロールする。でそれをキープする、ね、それをこう微妙な関係、前足と後ろ足の微妙な関係ね、これは実言うと前足とこうね、そういうね、あの細かな微妙なトリムはあるけども、重心の股関節に乗るっていうイメージで練習した方がいいですね。うん、そっちの方が重心のかけやすさ、前足でグッと押さえる、前足の股関節でグッと乗せる、後ろ足の股関節でグッと乗せるとか、微妙なね、うん、わかります、ね、でそれをやるには、イメージ的に言うとですよ、その後ろ足前足のイメージで言うと、体の反転ですよね。でここは今度はこれね、ここからちょっと引き込みに少し入ってくるんだけども、これブームの視点の法則で引き込むっていうよりかは、今度は体の軸によって引き込むんですよ。だから横乗りが安定しました、そしたらその上から頭のてっぺんからこう軸を刺しますね、あの軸っていうのかな、こう なんていう杭を刺します。で頭のてっぺんからお尻の穴にガーンって突き出るような、でそこを突き刺すと、でそこを中心として体が回るね。わかります？これちょっとね、イメージでちょっと説明した方がいいのかな。これちょっとこれだけでちょっとイメージでちょっと説明します。イメージ画像、イメージを描きます。いいですか？でこれね、どういうことかというと、まあボードがありますね。でここにジョイントでストラップがついてますね。ストラムだと2つついてるのが、そうすると体というのをちょっと赤で描くけど、頭があって肩があって手を伸ばしてます。でこういう状態ですね。でここにこうセールがついてるわけ。そしたらですね、ブルーでここ、ここのてっぺんに、頭のちょうどてっぺんに上からズボッと杭刺します。櫛ですね、団子と一緒、櫛をグッと刺します。でこれはもう固定です。そしてどういうことかというと、ここを中心として、でこの引き込みだったら後ろの肩ね、こう後ろの肩をクッとこう引いてあげればいいわけ、ハーネスかかったままね。で私の場合はこっちのね、後ろのこの絵でいうと右肩ね、右肩をクッと風上に引くんじゃなくて、私の場合はどっちかというとイメージ的には杭をズコって刺してね、そこを視点として後ろの腰ですね、右腰ハーネスかかってるから、右腰でグッとハーネスのテンションをかけるイメージ、それも風上にクッと体をねじるんね。ほら軸がもう刺さってるから、そこ軸を中心として体をねじる。だからこういうねじり方だよね、イメージ的にはね、ね、軸として。だからこれは微妙に使うんですよ。後ろの腰だけこう中心としてキュッとちょっと使うか、大きく使うか、これによって多少また変わってきます。これね、大きく使えば使うほどこれカイトにはならないんですよ。マストが逆に言うと立つんですよね。でもこれはね、最初のうち怖いんですよ。後ろ腰でキュッと引いてマストがキュッと立っちゃうから、これほら軸落ちて回転になっちゃうから、右肩を引けば左肩が前に出ちゃうから、そうするとグッとこう風が入っちゃってね、前に飛ばされそうって怖いんですよそうで、これはね、結局ね、ブームエンドがしっかり下がってて3点があってれば前に飛ばないんですよ。前に飛ぶっていうのは、あの性能パワーポイントがちょっと前に行っちゃうからね。だからよく前に出すとね、結構飛ばされるじゃないか、あれのイメージじゃなくて、軸を中心の後ろ腰を引いて左肩が出る、そうするとマスがキュッと立つんですよ。そうするとね、もう完璧にカイトじゃなくて逆に立つから、もっと風がされないってパワーアップ、そして引き込みを強くなる。これをね、実言うと使うんですよ。でこれね、昔の話で言うと、私よく元素でね、ウィンドサーフィンをね、昔スラルモの練習をよくしてたんですよ。その時にね、その当時だとトッププロ、の方がね、ちょっと知り合いだったので、一緒に練習して、一緒にくっついて、一緒に練習したわけじゃないね、くっついて盗もうと思って、いつもね、後ろくっついてたんですよ。で身長は全然違うけど、私は165しかないんだけど、彼は180いくつあってね、当時日本チャンピオンでものすごい速かったですね。で千葉で私もよくやってたので、ちょっと顔見知りだったので、ちょっとくっついてやってたんだけど、
そこでね、大きな違いを1個発見したんですよ。元巣ってすごいね、がっしりなんですね。ブローが突然来るんですよ。突然すごいブローが。ボーンとそのブローがね、入った時に、目の前にいたね、ブローがボーンと入って、普通だってみんなセール開いちゃうのに、そこでグッて引き込んで、一気に加速したんですよ。とんでもないぐらいスピードで。で、そのブローが私はもう何秒か後にね、走ってるから来たんで、その時に私の場合開いてしまったんですよ。逆に失速ですよ。これが完璧な違いなんですね。これは身長とかね、体重の差もあるだろうけど、そこの違いなんですね。これは今説明してる違いなんですよ。逆にね、ずっと乗ってて引き込めませんよっていう人は、この反転、体の軸を中心とした体の反転が使えないんですよ。そのブローが来た時に、それで反転によってグッと逆に引き込んでマスト立ったら、これは加速するに決まってるんですよ。ものすごい勢いで。でも一般の人っていうのはね、あの当時、かなり昔の話だったんで、3点合わせるってブームビャーンと下げてって人はやっぱトッププロしかやってなかった。ブーム面とかちょっと上がり意味で、ね、完璧ね、何こうボードにくっつくようなね、フットがくっつくようなフォームっていう人はなかなかいなかったので、それができないので、ブルがポンと入った時に引き込むと前にみんな吹っ飛ばされちゃうんですよ。怖いからみんなセール開いちゃうんですよ。これ加速するわけないって話で、ね、そこで考えたのが、軸を中心としてしっかりとセールのパワーポイントをしっかりとセールの、ね、ボードの設備に合わせて3択。